マヤ駅、南側プラットフォーム。マヤ駅は、兵庫県神戸市灘区灘南通り5丁目にある、西日本旅客鉄道東海道本線の駅である。駅番号は、JRA59、JR 神戸線の愛称区間に含まれている。灘駅から望む。校内では、元東灘信号所への場内信号が複数並ぶ。内側線からもこの場内信号を抜け外側。 大飛線路に侵入できる。青木東養護学校があるところには、以前保線基地があった。右側の保線車両はその保線基地への入り口跡。1972年まで、東灘駅という貨物駅で、神戸港駅へ向かう視線が分岐していた。当駅と神戸港駅の間から神戸西港所神戸、製鉄所岩屋地区への専用線が分岐していた。 1972年10月1日に貨物の取り扱いが廃止され、創車場に格下げされ東灘創車場となった。さらに1981年4月1日には貨物輸送の削減と方針転換で役目を終え、東灘信号場となった。2003年12月1日の神戸貨物ターミナル駅開業により、神戸臨港線が廃止されると、 営業旅客列車を先に通すため、貨物列車や回送列車の対比、異常時の列車留置に使われるようになった。複々線の両側に、それぞれ一本の対比線が設けられており、ち大貨物列車の対比に備えて、総延長は1トルほどある。なお、2000年3月11日から2002年10月4日、までは、日中の快速がこの信号場を利用して、外側線と、 内側線の間を移動していた。また、留置線や対比線も多く存在していたが、前述した貨物支線の廃止によりその大部分が撤去されている。信号場は灘駅の東にあるということから、東灘と命名されたが、所在地は東灘区ではなく灘区である。また、阪神本線の西灘駅や阪急神戸線の王子公園駅とはほぼ南北に並んだ位置関係にあり、 さらに灘駅、王子公園駅ともども名田区内では相対的に西側となる。当駅の北側は神戸保線区の敷材を置き場としても使われている。2010年12月14日に JR 西日本から六甲道駅名田駅間に旅客駅を開業させることが発表され、ひらがな表記のマヤ駅という仮称で表記されていたが、2015年10月2日に駅名は 漢字表記のマヤ駅とすることが発表された。駅名の由来は、マヤ山、マヤ不頭、マヤ出入り口、フェニックスプラザ、マヤなどの近隣施設に広く使用されており、馴染みやすい名称であるためとしている。当駅の営業キロは以前の東灘信号場と同一となっており、信号場を駅へ格上げする形となる。 いわゆる西岸駅ではなく JR 西日本が約40億円と見積もられる建設費を全額負担して建設された。ホームは島式一面二線で駅舎は京上駅舎として建設された。また神戸型に上り線から下り線への渡り線を設け JR 神戸線のダイヤが乱れた際の運転整理を円滑に行えるようにされた。当駅開業前ではこの区間で 上り列車が運休になると、姫路伊勢からの列車が全て西赤市で運転打ち切りとなっていたが、この渡り線の新設により西赤市三宮間の運行を確保できるようにする。ただし折り返し設備は、西隣の灘駅にも設置されている。この新駅では、列車がブレーキをかける際に発生する改正電力を、そのまま駅の電力に活用できる。 直流電力変換装置を導入するとともに、太陽光発電システムも導入するなど、様々なエコメニューが用意されている。内側、観光船のみの島式ホーム一面二線を持つ地上駅で、京上駅舎の停車場である。外側、特急線には、ホームは存在しない。アーバンネットワークエリアに属しており、アイコカ及び交通系、IC カードが利用可能。開業当初から、 緑の窓口は設置されていないが、緑の券売機プラスが設置されている。当駅は鉄道写真の撮影スポットとしても知られており、平日、休日宿日と関係せず鉄道ファンが集まる。2007年3月18日以降に開業した JR 京都線、JR 神戸線の新駅には、駅独自の接近メロディが導入されていたが、 当駅には導入されておらず、JR 神戸線標準接近メロディのさざらみの音質をアレンジしたものが流れる。兵庫県統計所によると、2019年度の1日平均乗車人員は5785人で、ある。神戸市統計所及び兵庫県統計所によると、開業以降の1日平均乗車人員は以下の通りである。東灘信号場に関するカテゴリー。 ありがとうございます。